れ様です。令和6年分所得税の定額減税の仕方っていうことで、こういうのパンフレット来たんですよ。これ封書でね。で、これ個人宛かと思ったら会社宛に来てるんですけども、一体何なんですかね、これ。なんか定額減税があるとは聞いてたんですけども、ちんぷんかんぷんというか金額も大したことないし、手間をかけるだけのことあるのかなとか思っちゃうんですよね。で、まあうち、その会社の売り上げそんなでかくないですしね、吉谷さん。何なんでしょうかね、定額減税、所得税っていうのはね。まあこうやってね、攻めとか守りっていう形がビジネスにはあるんですけども、まあこれはどっちなんでしょうかね。なんか、おこぼれなんですかね。まあ守りの方なんでしょうね、きっと。いろんな、この積立NISAでも、何が有益か、有効なのかを知っておかないと、使うことできない。いうこともあるし、その積立NISAやることによって投資をする人が増えるっていうのはあるでしょうね。でも投資って必ずマイナスこく人がいるんで、積立NISAやって、ああなんてことだ、金が減ったじゃないかって人やっぱいると思うんですよね。それから税金ちょっとね免除される部分があると思いますけども、それも資産と言えるようなところまでは大きく変わらないと思うんで、どこまで魅力的なのかなと私の場合はね思っちゃうんですよね。積立NISAとか新NISAとか、そもそも新NISAが出てくるってことは積立NISA一体何だったんだろうかと思っちゃいますしね。で、今度はその積立NISAに課税しようみたいな動きが出てきて、一体何なんだろうかって思いますよね。まあこの定額減税はちょっとやっていかなきゃいけないですね。どうやるのか分かんないですけども。はい、それじゃあいってらっしゃい。